君のこないだのレポート、非常によくできていたよ。あの調子なら私も安心だ。ありがとうございます先生。それに比べてうちの娘と来たら、昨日も家に帰ってきやしない。式も近いというのに、全くどこをほっつき歩いているんだか。その現在私は研究対象としている連続婦女殺害事件の犯人、男性 A についてなんですが、先生はキャラクターという映画はご覧になられましたか？その事件をもとに映画化したものだな。目は通しているが、それがどうしたというのかね。あれは所詮脚色された虚構のものだろう。そうなんですが、今回その映画に言及したのは彼、男性 A の犯行に至る経緯そのものが非常に映画的でもあると感じたからなんです。君らしくないな。あまり関心はできんが、どういうことだね。僕は映画の登場人物に恋をしたことが何度もある。しかし映画女優に恋をしたことは一度もない。その登場人物がそのストーリーを、役割を、演出を、世界観を放棄して一人の女優という別の人間になり変わった後、どんなスキャンダルを起こそうが、年齢を重ねようが、全く興味がない。これはその映画内で使用された実際の男性 A の証言を忠実に再現したものです。この証言だけは信憑性があると言われているな。この後の証言で彼は、僕は現実と虚構を混同しているのではない、それは等しく別の世界だとはっきり述べています。君はそれを信じるのかね。藪の中や胡蝶の夢をあげるまでもなく、人間はその認識の不自由さと意識の曖昧さゆえ、現実を明確に定義することができない。おっしゃる通り、幾多の先人たちが異なる視点で言及している。彼はそれに対して自覚的だった。そして現実という世界の出来事を映画という世界や虚構化、象徴化することを試みたんです。人が目の前で起きたことを言葉にするように。どうやって？人はそれぞれ生きる中、人と付き合う中で役割を演じ、見えているものを見ていなかったり、聞こえている話を聞いていなかったりするかと思えば、見ても聞いてもいない事柄で真剣に思い悩んだりもする。観察とは撮影と同義であり、意識とは演出と同義であると。そこから先が重要なんです。例の証言の最後にはこうあります。映画の素晴らしい点はわずかな時間で必ず終わりを迎えてくれるところだと。終わることが一つの映画の条件であるとでも？そうです。終わらない映画は存在しない。現実に終わりはない。それこそが映画という虚構と現実の唯一の境界だと彼は結論を下したんです。そして動機そのものでもあった。彼が本当に羨望したのは加害者そのものではなく、言うなれば演出や脚本家の能力であり、殺人はその代償行為であったと。終わりがなければ記録、記憶としてのメディアにはなり得ませんからね。恋愛を描いた映画は数多くあるが、描かれた先が退屈な日常であるのは察しがつく場合が多いからな。つまり彼はその先を拒絶したということか。よく理解できますね。先生も身に覚えがあるのでは？ないとは言わんが、全くくだらん話だよ。確かにドラマ性こそ薄いかもしれんが、その先に築き上げていく生活こそ本当に素晴らしいものだというのに、君ももうじき実感するだろう。実はそのことなんです。今日本当にお伝えしたかったのは。何のことだね？僕は彼を理解してしまった。理解してしまったんですよ先生。いえ、お父さん。